なんと日本代表の侍ブービーカズです。なんと私は三国大戦ファン関西イベント東京湾のだけで開催される海外総大選手たちによるエキシビションマッチになんと日本代表として選ばれました。やった、わっしゃー。なぜか三国志なのに侍、わっしゃー。今からこの感謝の気持ちを世界に伝えたいと思います。いやー、進め。日本代表に選んでくれたお礼に、すいません、選んでくれた世界、すいません。ポン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 。あ、すいません、失礼します。どうも、ブービーカズです。伊藤さん、お久しぶりです。元気そうじゃん。いや、はい、ポン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 。いや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 、今日もちょっとおひげがかっこいいですね、やっぱり。カジ君、相変わらずカジ君らしいぞ。あ、いやいやいや、どうもどうも。なんか、東京湾のだけ選んでいただいて、あ、はい、本当にありがとうございます。俺、一生懸命頑張ります。じゃあ、頑張って。はい、頑張ります。よろしくお願いします。あ、実はまだあんだよ。うん、大丈夫。あ、ちゃんと考えてるから。お前、ただでセガ来るわけないだろ。お前、任せろよ。おい、いやいや、違う。うん、大丈夫大丈夫。うん、褒めすぎ褒めすぎ。うん、大丈夫大丈夫。あ、ちゃんとあの助っ人用意してあるから。うん、おい、大丈夫だ。大丈夫だよ。うん。おい、どんだけ好きなんだよ、お前、俺のこと。おい、日本代表として勝利するため、強化コーチを招聘した。俺が集めた助っ人はこいつらだ。だけ出ちゃうんだよ、日本代表ね。わーっ、いやいやいや、今日悪いけど協力してくれよ。一緒に頑張ろうぜ。そうですね、頑張りましょう。頑張ろう。かわいいな。かわいいな。現在、三国志大戦3が稼働している日本とは異なり、海外では未だ対戦2が現役。当然、アジアチャンピオンカーニバルも対戦2で行われる。全く練習ができないふりを覆すべく、その培った知識を総動員し、議論を重ねるように。しかし、もう やってみねえと分かんねえな。そうですね。ねえ、できねえかな、対戦2どっかで。あの、西島さん。はい。対戦2ってできますか？対戦2、はい、日本で香港とかじゃなくて、はい、まあどうしても、どうしても他ならね、カジ君の頼みであれば。わかりました、用意しましょう。本当ですか？ありがとうございます。俺絶対優勝します。本当かよ、頼むよ。はい、頑張りますよ。日本代表としていいとこ見せちゃってくれよ。もちろんですよ、なあキャットマン。期待しちゃうよ、カジ君。
なんと日本ではすでに稼働終了している対戦2をわざわざ用意してくれるという。その心意気に応えるため改めて気合をビチビチ入れ直し特訓に臨むカジ。やさあカカカカカカジ。うっさ、あじゃあさっきやったね特訓の成果を、ね、試合見て、はい、でみんなでまたおさらいしましょう。はい、はい、お、あこれ僕ですね。蓮くんですね。はい、いやこれは衣装は僕はちょっとあるんじゃないですか。そうですね。あとこの地形僕ちょっと好きですね。逆に僕ちょっとこれ苦手なんです。ただ、まあ、馬頭がいるから大事だけどそんなに怖くないかなと。僕のこの配置の仕方っていうのはこれどうですか。あそうですね、やっぱりあの対応しに行った時に歩兵も象もあの森とか岩場のから帰ったりする抜けるスピードがやっぱ牙に比べて全然速いんで、うん、それがやっぱ対応させられて変えられるとやっぱこっちが攻めづらくなっちゃうんで、はい、だいぶ嫌ですね。これああじゃあ正解なんだ。そうですね、これはだいかなりやらしい。やらしい、ああよしよし、確かにやらしいですね。やらしいや。やっぱりさあこれさあのやり踏んじゃったけどさ、俺、はい、やり唯一のやりが、はい、これってやっぱり気をつけた方がいい。そうですね、あんまり良くはないと思います。あそっか、じゃあ結構周走って俺大事にした方がいいんだね。そうですね、多分このデッキであの優先順位をつけるんだったら一番大事にするべき。あーそうか、多分いかなる場面でもやっぱ順位を守る時であり、あーなるほどね、相手の馬を牽制する意味でもあり。あスキーさん来ました。だそれ誰で組むのがいいのかな。やっぱり踏まれてちょっと嫌だなって思うのはやっぱもう一枚の復活持ってる金冠。ああそう、じゃあ金冠前の方に出さないといけないですね。ああいう時はそうですね、ここの工場ってのはやっぱりしょうがないよね。そうですね、ああいうの美味しいですね。四季さんでもうこれ打たれちゃってる分にはもうある程度工場しょうがないと思うんでこの後の簡単につなげるのがやっぱベストだと思う。うん、俺も常にカウンターのこと考えてたもんね。よしよし、まあまあですかね。まあまああの白ダメとカウンターがあるんでね、こっちは。まあまあじゃ結構いいよね。開幕そうですね、あのカウンターでこのタイミングで攻め上がれるのは結構カジさん側からしたら結構美味しいのかもしれないです。最高のカジさんだと思う。そうそう、最高じゃ取れたのにあんまり欲しくないですよ。いや今まあまあだったじゃん。さあマグです。はい、この辺ちょっと迫力ありますね。まあここはまだ流さない方がやっぱいいんだよね。そうですね、もうバトーがいるんでさっさと流しちゃう人っていうのは流したらダメなんだよね。あそこでそうですね、ちょっと我慢して牙と牙でちょっと小競り合いしながら他の部隊がラインが上がるまで待ってから流すって思います。じゃあ俺合ってんのな。やっぱ俺が順位使えると思ってるし。そうですね、聞くまでもない。これ開幕ジンバ打っちゃったんで向けジンバ打ってまたバトっていうのがちょっと式的にやりづらい感じになってきた。4体4体4体ちょっとこれも完全にカードをちょっと出しすぎちゃった感じですね。あバトだけはとりあえず出さないようにっていうのだけ心がけてたんですけど、
ちょっとこれはさすがに買いすぎだって3体出しても何もさせて聞いてる。あとはそうですね、バトを結構あの煙だけ出して出そうになったら帰ってっていうのを結構繰り返しでやって、いつでも出れる状態で、なおかつそので城から出るタイミングが決める感じに したかったんですけど、これちょうどタイミング悪く流された瞬間城に戻ってる。あーなるほどね、だからビビったんでしょ。はい、完全にビビりました。カジさんの先に来ても長いのいいからビビったでしょ。はい、ビビりました。もう逆転したね。そうですね、うん、まあここで構成がね、そうですね、バトを使っちゃってやっぱこれがカウンターがと言いづらくなっちゃうんで、そうね、まあ、使わせたみたいなのもあるから俺使わざるをえないですか、うん、今完璧でしょ今のところ。まあまあまあですかね、まあまあしか言わないでしょ。完璧だったでしょ。さあ、バトです。はい。バトはやまだ始まってない。あ、はいって一回言ったんです。これ3体でこれ来るのはどう？もうカウントないっていうのもあって、早め早めにダイヤみたいな。ここをちょっとゾウとヤギが一瞬離れちゃったのがもったいなかった。ああ、俺。はい。あーはー、でもここ取ったね。行ったね。そうですね。うん。うまく。最近の可能性があるから変よ、流すまで流すね。そう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 、うん、それは完璧でしょ。まあでも今のはまあまあですかね、うん、まあまあしか言わない。新速ですか。新速、新速問題ございます。あ、いい。これはやっぱりギブか新速どっちか迷ったんだけど、ね、ギブの方が嫌ですね。嫌だ。出し位置の問題。ああ、今契約ちょっと間違えましたかね。これはジンバ。そうですね、とりあえずジンバ打とうかな。ああ、今日が3分になっちゃった。ビビったんでしょ。まあ、まあ、簡単に言うとそういうことですだよね。はい、これにビビったんだよね。はい、うん、今のどうだ。今のはあー、今少し待ったなんですね。あー、そうそう、ビビっちゃった。ビビっちゃったんすか。 あと20カウントギリギリ逆転しましたね。そうっすね、うん、もうちょっと欲しかったんですけど、やっぱさすがだなって思ったよね。やっぱ逆転してくんだみたいな思ったよね。ねってやっぱすげーな、すげーなねって思ったよ。ありがとうございます。いいこのジンバはどうなのかな。いや、もう前の方で荒らして、うん、あのライン上げられた状態で大水系打たれたくなかったので、これちょっとバチョ出る位置悪くて突撃いきなりもらっちゃって、それが本当にでかかった。でかかったね。あと今長領に釣られすぎてたよね、ジンバが。そうですね、うん、ちょっともうちょっと真ん中の準優の周り荒らしに行って、準優のライン上げづらくした方が良かったですね、うん、スイスイ上がってったもんね。そうですね、うん。え、この造影も完璧でしょ。そうですね、うん、完璧でしょ。もうビビっちゃった感じです、完璧です。見てるかこれ流すかな、これ流すだけ。ああ、流す。ここ流すのはどう、うん、バトを入ってればもう完璧だったんですか。そうだね、うん、バト確認した上で、うん、そう、確認した上での大水系。これ絶対一発入るかなと思って、ね、ちょっとこれ右上。ああ、ほら入った。一瞬間に合わなくて。一瞬だよねやっぱり。そうですね、でもその一瞬がやっぱり勝ち勝敗にさなっちゃうわけだから、やっぱりそこ一瞬一瞬をねちゃんとやっていかないとダメだ。これ完全に勝ちさんにビビっちゃった。ビビってるよね。もう一回言って、ビビってる。いや、なんでもないです。じゃあもう一回言って、ビビってるでしょ。あ、なんでもないです。あ、もうまあそうです、結構いい試合だったんじゃないですか、はい。緊張感のある攻め合いの、ね、どうでした、ね、いや、もう素敵な試合だと思います。ありがとう。最後認めてくれ。はい、ということで今日はセガさん、そしてみんなの協力のね、おかげでいい特訓ができました。本当にね、ありがとうね、ありがとう、本当にね、ありがとう。この特訓を生かして東京湾の宴頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。
俺嫌われてるな。ブービーカジ参戦のアジアチャンピオンカーニバルの他にも最強勲章探せ in 東京湾、激頂上決戦トーナメントなどイベント盛りだくさんの東京湾の宴にユーモ行ってみませんか、見ませんか。さらに会場ではカジ VS 有名君主対戦集、三国志対戦ギャグ100連発、ブービーカジの歌の3大コンテンツを収録した三国志対戦イモタレカジ DVD ザ・ブービーを限定発売。奥さん花瓶置きに最適よ。ギッチョン。